ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい。もう3年生を振り返る。来ました ね、今日も。まあ、豊の視点、3年生を振り返るが来ましたけども。はい。ね。まあ、今日はね、うん、3連戦、うん、まあ、セ・リーグに合わせてる関係上、パ・リーグの3試合がちょっとずれて、お伝えできなかったんだよね。というのも、セ・リーグに合わせてるっていうより、ちょっとパ・リーグが変則日程だったということですよね。はいはいはい、なので、ちょっ と、3連戦の3試合目が、のパ・リーグだけを、まあ、ちょっと。前回の3連戦の1試合でお伝えできてなかったパ・リーグの試合をお伝えしてから、はい、まあ、新たに3連戦を振り返るということでね。で、はい、かまやちいちゃん、よろしくということで、ね、はい、お願いします。はい、戻ってきました。はい、はい、ということで、まあ、ちょっとざっくりいくけどもね、ちょっとね、ゴールデンウィークとかっていうね、祝日なんかもあるので、まあ、変則になるんだよね、うん、変則になってるんですけれども、はい、ということで、パ・リーグの4月29日の試合、はい、これは2連戦はね、前回の動画でお伝えしてるんですけれども、うん、その残りの1試合ということですね。そう、はい、で、今回はこの数字スコアなので、はい、はい、まあ、1対0で日本が勝ったということ、うん、でソフトバンクが5対4で、ソフトバンクが勝ち、はい、ロッテが6対8、楽天が8対6で楽天が勝ちということで、はい、まあ、ちょっと言っていくと、うん、まあ、やっぱこう北山が素晴らしく良かったね。北山がいいです。北山いいよね、うん、まあ、7回を投げて116球、うん、4安打無失点、うん、まあ、外にもねすごく良かったんだ、投げ合ったんだけども、はい、6回70球2安打、うん、無失点ということで、うん、でこの勝敗を分けたのは送りバントができたかできないか、はい、で日本ハムの方はきっちり送った、うん、それが1点になったということと、でオリックスの方は送らしたんだけども、ちょっと小フライになったやつを、これがねタミヤが気の利いたプレーをした、ありましたね、あ小フライになったのをこうわざとこう落球をして、うん、まず打者走者をアウトにして、ランナーをアウトにしてダブルプレーに取ったという、うん、まあそれがちょっと大きかったかなというね。もうあの瞬時の判断というのが素晴らしいですよね。そうだね、うん、はい、でソフトバンク、はい、5対4あこれは負けゲームだなっていうふうに思ってたんで、はい、まあだけど西武のね、うん、やっぱこうアブレイユだから先頭にフォアボール出した時にちょっとなんか嫌そうにしたんだよね、はい、でまあなんかこう体調面もだるかったのかどうかわからないけども、うん、まあまあツーアウトまで行くんだよ、はい、だけどランナー2人を出しててツーアウトからバッター柳田、うん、ねえチェンジアップ初球チェンジアップだったと思うけど初球にボールまた同じ球を真ん中に投げちゃったんだよね、はい、それをものの見事に持ってって逆転スリーランというね、もうね、うん、もう絵に描いたような、うん、でこれで西武はこのカード3連戦ともサヨナラ負けということになりました。 ねえ嫌な後味ですね。まあそうだな、うん、本当になんか1試合目から2試合目からってちょっと引きずっちゃったところは、まあまああるよね、あったんですかね。ただねこれ高橋コーナー、はい、ねえ、7回123球、うん、6安打8奪三振2失点、うん、はい、でこの試合クリーンナップを全て抑えたんだよね、うんうん、だからあんまり手にはなってなかったんだけども、だから最後の最後に、アブレイユが打たれたというね、まあさすがだなというふうに思いました。はい、はい、でロッテ対楽天、うん、でロッテはねすごく勢いが出てきたんだよ、はい、で10対1で前日勝ってて、うん、でこの日もポンポンと点を取り良かったんだけど、種市の状態が悪いのにやっぱちょっと引っ張りすぎなんだよね。変えるタイミングはいくらでもあったのに、うんうんうん、やっぱピッチャーの監督って引っ張るんだなと思って、うん、まあ、それで逆転されて、まあ、そのものだったという、うん、残念な試合だよロッテにとってはね。ね、そうですね、5回3分の1、121球、はい、6安打、6三振、フォアボールが7つ、そうポイントボールが1つということで、うん、だからね、守ってる野手もたまんない、変えないと、うん、だからまあそういうこともあって逆転されたというね、はい、非常にもったいない試合を落としてしまったというね、はい、まあロッテでした、はい、で、まあ、楽天はね、よく逆転したけどもね、うん、はい、まあということで、はい、残りのね、
3試合をちょっと3試合目ね3試合目をお送りしましたけども、はい、ということで、はい、ここからがいつもの、はい、通常通りな感じですかね。はい、はい、まずセリーグからです。はい、はい、中日対 DeNA は DeNA が2勝1敗の勝ち越し、はい、巨人対ヤクルトはヤクルトの3連勝、はい、はい、広島対阪神は1試合目で中止になったので1勝1敗ずつということになりました、はい、あ、1勝1分けだな。あ、そうですね、うん、最後の試合はそうだね、1勝1分け1分けでしたね。そうだね、ちょっと失礼します。はい、はい、出てきますよ、ちいちゃんの後ろ姿がはい、ちょっとごめんな、一生今日ね引き分けたんだよね。ということは、ああ、そうそうそう、はい、はい、お願いしました。はい、はい、ということで失礼しました。はい、ごめんなさい、はい、阪神が一勝で2試合目は引き分け、延長の引き分けでしたね。はい、はい、ということでした。はい、はい、それではいきます。中日対DeNA、中日松葉小笠原涌井、うん、ね、DeNA の方はジャクソン中川石田、はい、ね、11対1、ね、一方的な試合になったんだけども、その引き金になったのがジャクソンのベースカバー遅れ、ね、村松のあたり村松と競争になったんだけど、はい、やっぱりね、やるべきことをしっかりやらないとピンチになるということだよね、うん、まあ、それとツーアウトまで行ったんだけども、1、3塁からカリステの当たり、はい、まあ、ライナー性で難しいとはいえ、牧ぐらいのセンスがあったら、うん、取ってほしかったな、あのライナー。うーん、ちょっと遅れてるんだよ、ジャンピングが。なるほど。あ、それで抜けてった、うん、で先制タイムリーということと、あとはね、中田の小飛球、うん、これを渡来分かるけど、気持ちは取りたいという、はい、だけどあれはやっぱ我慢して一つ取ってシングルヒットにしとけば、うん、一塁ランナーまで帰ってこれなかったんだよね、うん、あれはこう突っ込んでいってたんですかね、ちょっと体勢崩れてたような、まあ、体勢突っ込むっていうか、もう足がついてこなかったのかもわからないし、うん、いやだけどあそこら辺の判断っていうのはやっぱしっかりしないとやっぱ大怪我になっちゃうんだよね。そうですね、うん、だからまあこういうのっていうのはちょっと残念だったなっていうね、うん、だからやっぱこう見えない守備のエラーだとか、はい、まあそういうのがちょっと重なってね、うん、ちょっと残念な試合が多かったな。まあ記録上エラーというふうにはならなくてもということですかね。まあそうだね、うん、だからなんて言うんだろう、まあこの11点を取られた要因というのは、うん、やっぱミスから始まったということと、うん、ただその中日の方は細川が満塁ホームランを打つとかね、はい、非常に効果的に点を入れていったっていうこともあるし、うん、まあ、相手のそのミスに乗じて、まあ、点をね、重ねていったっていうこともあるよね。うん、うん、もう本当に一方的な試合になってしまいました。そうだね、はい、で松葉が、うん、まあ、完投したというちょっとびっくりしたんだけども本人もねコメントで、うん、言ってましたけど、ちょっと余裕があったよね、うんうん、だから非常にまあこれは中継ぎをねやっぱこうゴールデンウィーク中、うん、やっぱこう中継ぎ陣が登板型になってるとか、うん、まあいろいろなことがありながら、うん、中継ぎ陣を休ませたというのは、うん、この松葉の好投というのは非常に光ったゲームだったね。ねえ、この完投というのがやっぱり効果的だったということですね。まあまあそうだね、うん、で2試合目、はい、2対1 DeNA 中川隼人、プロ入り初勝利。ねえ、おめでとうございます。あ、まあおめでとう。見てるとね、うん、3球でほとんど追い込むっていうような、はい、そんな感じだったね、うん、だからテンポも良かったし、はい、投げっぷりも良かったし、うん、まあ申し分ないというかね、まあ途中ちょっと腕に張りというか、はい、指がつったかなんかでまあ降板したけども、はい、まあその後の中継ぎ陣もやっぱしっかり投げ切ることができたしね、うん、まあ安田ちょっと心配だったけども、うん、まあしっかり抑えたし、はい、まあ森原がなんか球速数速度はあんま出てないんだけどさ、うん、でもあれだね、しっかりこう空振り取れるね、あのピッチャーは。うーん、だからやっぱ回転数がいいんだろうね。なるほど、うん、で中日の方は、1点しか取れなかったということで、うん、
ちょっとね、俺が感じるのは、はい、走塁、走塁面でも、うん、まあ例えば中田、細川が、うん、まあ連打で出てて、はい、ね、で村松のライト前で、うん、なんていうの、中田がホームまで帰ってきてんのに、うん、細川がセカンドで止まってるとか、中田と細川だとどっち足が速いって本人たちに聞いたら、いや細川だっていう、うん、でも中田がホームまで帰ってきてるのになんでお前がサードに行けないはずがないんだよライト前で、うん、だからそういうところの積極性もないし、うん、まあ、例えばその村松がサードランナーで内野ゴロ、はい、もう完全にアウトなのに、はい、いや挟まれて、うん、なんて言うんだろう、もう一度同じ 2,3 塁を作るとか、ね、攻撃の形を、うん、もうただただ突っ込んで、いつ止まるのって思ってたらもう突っ込んでいくんだもん完全なアウトのところを、うん、だからそこら辺をもう少し勉強しないとさ、ちょっとこの相手にプレッシャーをかけるっていうことがこうできなくなるよね。だって 2,3 塁で突っ込んで 1,3 塁に残ったって、まあ、ヒットで1点しか入らない、でも同じ形を作れば2点取れる、うん、まあ、そういうことも考えてほしいなっていうことだよね。うん、で、まあちょっとあれだけども、その大島、はい、まあ代打に出てくるのはいいけど、いいところで、うん、まだ今シーズン打点がないんだよね。なるほど。だからそのやっぱりベテランっていうのはさ、うん、やっぱこうチームに対してやっぱ勝利を呼び込むような一打っていうのは、まあ各球団結構ベテランっていうのはそういうポイントで働いてるんだよね。だからやっぱ大島に早く打点が欲しいなっていうふうに思うね、ここは。なるほど。これ代打っていう難しさっていうのもやっぱりありますか、今までずっとスタメンで出て。まあまあそれはあるやろな。うん、あるけども、やっぱそういう道を通って引退していくわけだし、うん、やっぱそれぐらいのその言い訳ができないぐらいのお給料をもらってるわけだから、はい、だからそこら辺はやっぱきっちり返してほしいなっていうふうに思うね。なるほど。だからちょっと思ったけども、ピッチャーゴロはちょっと寂しかったな。うん、あ、もう少しなんとかできんかったかいなっていうような、やっぱ2000本打ってるだけに欲もあるんだよね、見てて、うんうん、だからまあそこら辺は ね、まあ、ね、もう少し皆さんね、ファンの方もね、いやもう本当に期待してると思うよ。いやおしまい、2000本打ったおしまいって、うん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 、でもガクッときちゃうから、ね、でやっぱね、大島の凡打っていうのは士気に影響してくるっていうことも本人もわからないとね、うん、それは打とうと思ってピッチャーゴロを打とうと思って、うん、打ってるわけではないよ、まあ、これはわかるけど、ね、うん、だけどそのぐらいやっぱ期待感があるということだよね、うん、彼にはね。まあ、それと、はい、岡林、うん、この1番に入ってるけどもやっぱ状態が良くないね、はい、でやっぱ中日今いいところにいるんで、うん、なんて言うんだろう、岡林よりやっぱ三好の一番の方が機能的だったんだよね、うん、やっぱりこう開幕からダッシュつ、つけたっていうのも三好の貢献度っていうのも大きかったし、はい、だからここら辺でやっぱ三好をもう一回戻して、うん、岡林にちょっと調子が上がってくるまでスタメンじゃなくて調整させたらどうやろうと思って。なるほど。守備は全然使えるし、肩は使えるから足とかも、うんうん、だからそういうところで準備させておいて、バッティングはもうなんかこう調子が上がってくるまでちょっと待ってあげた方が、岡林もなんかちょっと焦ってるような気もするよね。なるほど。それと三好がキャンプの時からずっと一生懸命やってきて、うん、やっぱ三好の力っていうのはやっぱみんなも認めて出してたしね、うん、だから三好で行ってほしいなって個人的には思うまあ俺は思うのは、やっぱキャンプで一生懸命やって、オープン戦でも一生懸命やった、うん、結果を出した人間っていうのはシーズンでも嘘つかないよ。うん、だけど岡林っていうのはちょっと途中で離脱して、ね、全て消化できなかったということを考えると、うん、まだ三好でいいんじゃないかなっていうような俺は気はしたけどね。なるほど。はい、はい、で3戦目、はい、ね、涌井と石田、うん、12対1、ね、もうこれ話にならん、ちょっとね、すさまじい、うん、初回に9点という、もう初回に9点、うん、もうここで中日ちょっとスタメン変えてきたんだよね。そうでしたね、この試合はね、まあ、1番田中美希也、うん、2番に山本というね、
まあ、岡林をこう外してきたけども、はい、もう試す間もなかったね最初ね、いやそれはね、いきなりね9点取られたらね、うん、もう野手もねこれは今日無理だと思うよ、うん、それ涌井が取られてるわけだからね。え、涌井もプロ入り人生でこんな打たれ方する、うん、こんな最短食らうっていうのは初めての経験だっていうふうに言ってたけども、どうしちゃったんでしょうかね。いやー、まあ確かに見事だよね、うん、まあ、3連打の後佐野がタイムリーって1点取った後に、うん、まあ、いきなり牧がスリーラン打つという、うん、まあ、そっからもどん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 繋いでみたいな、うん、まあそういうことなんで、まあ、なかなかこう抑えられなかったということもあるけども、うん、まあだけどやっぱバッテリー感、まあ木下と合わなかったのかもわからないし、うん、まあそんなことも言ってらんないけどね、はい、うん、だけどこれはもう話すことがない、うん、もう初回に終わっちゃったと思ってこの試合はね、うん、でこの試合で、まあ、DeNA の方は渡辺が初めて外した。そうでしたね、うん、まあ皮肉なもんで打線がつながったよね、うん、そうですね、まあこれは渡辺が出ててもそれは分かんなかったけども、はい、なんかこう皮肉な結果になっちゃったなっていうふうにね、うんうん、まあだけど12対1、うん、ね、まあ中日対 DeNA そんな一方的に1試合目が11対1 3試合目が12対1ってね、なんかね、なんか極端な試合をやるなっていう感じでしたね。そうですよ、だって2試合目に1対2というね、うん、ものすごくロースコアですし、まあそうだね、うん、ちょっとこうピッチャー陣心配なところもありますかね。まあそう、やっぱちょっと心配だな、うん、まあこれで中日は借金生活になっちゃったのかな。うん、そうですね、そうだね、はい、うん、だからまあちょっと踏ん張りどころが来たなっていうような感じがするよね、うん、はい、はい、ということで次はジャイアンツ対スワローズ、はい、ね、うん、ジャイアンツはグリフィン、山崎、赤星で、ヤクルトはヤフーレ、ロドリゲス、うん、吉村、はい、で1試合目、巨人は4回までに8点を失うんだよね、はい、グリフィン4回11アンダー、西球8失点、うん、ね、山田が3回にツーラン、村上が4回にソロ、まあ、この試合16アンダーを打ちまくるというね、もうヤクルト打線がねちょっと爆発してきたわ、ね、えやっと来たなっていうような感じだよね、うんうん、で対して巨人は3アンダ ー、 あー昨日の1、2番、はい、DeNA の時にね、うん、大暴れした1、うん、2番も今日は全くだったというね、うん、あ このカードはねとにかく打ち合いになることが多かったんだけども、はい、今年はならないな、うん、ヤクルトが打ったら打ったで一方的になるね、巨人がやっぱ打てないわ、なるほど、うん、ね、うん、でこの試合ヤフレ9回94球3安打無失点、ね、このことをマダックスという100球以内で終わったことをね、はい、で完封した、うん、で4勝をマーク、素晴らしい、ね、ここもね中継ぎを休ませることができたのは大きいよ、うん、もうねヤクルトはねもうフル回転だもん、いつもリリーフが出てきて、うん、でもこれ1試合休めたっていうのは本当ヤフーレよく頑張ったなっていうふうに思うよね、うんうんうん、で一方巨人どうしたみたいな、3安打それでいいのみたいな、ね、打てないもしょうがないけどさ、そうですね、ああ打てない打てないで苦しんでんな巨人はな、うん、で2試合目、はい、4対3ヤクルト、まあ、ヤクルトが逆転勝ち、5カードぶりのヤクルトは勝ち越しになるんだよね、はい、でサンタナ絶好調、うん、2安打3打点、まあ、1点リードされた4回裏、はい、ランナー2人を置き、うん、まあ、岸田がねこの日3塁打で逆転するんだよ一時期、はい、ヤクルトをね、うん、で丸の今季1号も出て、ああ巨人ペースだなと思ってたのね、で 1点リードの7回、はい、まあ、逃げ切りたい、まあ、巨人は、まあ、勝ちパターンを出してくるよね、はい、でまずは西舘、うん、打たれたね、へ、まあ、1回、26球2安打2四球2失点、はい、うん、まあ、代打西川にライト前、うん、丸山がきっちり送り、うん、まあ、青木がフォアボール、はい、でオスナ三振、うん、で村上フォアボール、
このね、西舘がフォアボールを2つも出すっていうのは、うん、明らかに状態が悪いよね。うん、これは何でしょう、疲れっていうことがありますかね。疲れでね、一言でね、片付けられたら、そうなんですよね。まあいいんだけどもさ、うん、まあだけど、やっぱりプロだから、それはもう言い訳にしか過ぎないからね。うんうん、だから2つのフォアボール、青木と村上に。うん、で、一番当たってるサンタナに回したんだよ。はい、ここはね、打たれても絶対村上と勝負しておかなきゃいけないんだけども、うん、まあ勝負できずに、まあサンタナに2点タイムリーで逆転されるというね。うん、だから村上のフォアボールか青木のフォアボールっていうのがすごく痛かったんだよ。うん、うん、ただ3イニングこれ逃げなきゃいけないヤクルトは、はい、まあただ昨日のね、ヤフーレが中継ぎを休ませてる、はい、で3イニングってヤクルトにとって中継ぎ陣非常に弱いんで、はい、どうかなと思ってたんね。だけど8回エスパーダ、はい、ね、ピンチは作るものの、なんて言うんだろう、あれがすごいわ、ナックルカーブ、おー、うん、ガイアフライで同点って言ったところをナックルカーブで門脇とか三振取ってたけど、うん、あれはちょっと打てんなっていうぐらいのキレもあったし大きさもあった、うんうん、だからまあ例えば先発ピッチャーではヤフーレ、はい、でまあ中継ぎ陣はエスパーダ、はい、こういう人たちがこう活躍すると、うんうん、なんて言うんだろうな、こう上に上がっていくかなっていうようなね、うそういう予感がしたよ、はい、うん、でツーアウトから、まあ、代打大城も、まあ、三振という、うん、まあ、これもナックルカーブという、ね、だからまあ流れがやっぱりヤクルトは来てるなっていうような感じがした。うん、はい、はい、で3試合目、4対0、うん、ヤクルト、はい、初回ノーアウトランナー1、2塁からオスナスリーランホームラン、おいどうしたみたいな、いきなりスリーランからのスタートだもん、うん、で3回には村上がソロホームラン、もういきなり4点だから、はい、だからジャイアンツが点が取れない取れないっていう言いながら、うん、やっぱり序盤に4点というのは非常に大きいな。そうですね、あだってヒットだってまあさ初回初戦が3安打とかさ、うん、まあ、この日も7安打、うん、やっぱ2桁も打てない、はい、そういう打線の中にあって、まあ、1回から3回までに4失点を食らうっていうのは相当痛手だよね、うん、はい、うん、でまあ巨人もチャンスがねなかったわけではない、うんうん、まあ、ちょっとつぼみみたいなチャンスなんだけどそこをことごとくダブルプレーで潰したというね、うん、ああ入らないね、なかなかね。そうだね。で吉村、はい、ね、好投です。7回98球4安打無失点、はい、ね、ヤクルト3連勝、うん、やっぱり乗ってきたっていうようなことが言えるかなっていうふうに思うね。はい、はいはい、まあちょっと巨人が踏ん張りどころ、まあ、ヤクルトはちょっと来るぞっていう予感を見えたものがあったね、うん、はいはい、3カード目、はい、広島対阪神、うん、ね、1試合目中止、うん、雨でね、そうですね、で2試合目から床田大瀬良、はい、で阪神は村上伊藤、まあ、いいピッチャーがいるなでだから実質2試合目ね、はい、秋山の先頭打者ホームランで、始まるんだよ、ねね、いきなり広島が1点、これ初球だったんですよ、まあ、初球だよ ね、はい、まあ、しかし床田が、まあ、おかしいんだよね。6回109球4安打、うん、5四球、床田にしたら珍しいね。デッドボールも1つありますね、まあ、そうだね、はい、で3失点、うん、でこの日大山が3四球、うん、でノイジーが4安打、はい、だから四球が全部生きてくるんだよ。なるほど。ああ、まあこれはもう阪神ペースになってきたなっていうようなことで、うん、で坂本が3打点と、まあ昨年の強い打線をまあ彷彿させるというね、思い浮かばせるという、うん、まあ投げては村上が完投、はい、ね、112球、うん、7安打1失点、はい、でほっとしたのは木浪がスタメンに戻ってきたという、うん、ね、ね、でね、この試合でね思ったのは、うん、非常に立ち上がり村上の外のボールを秋山がホームランするとか、うん、結構狙ってこられたケースがあるのね、うん、
坂本渋いな、渋い、それでも外行ったね、球種を変えながらだから狙ってるんだったら、うん、だから112球しか投げてないでしょ関東で、うん、あ、球数少なくて打た、ここを打ってくるんだったらちょっと落としたりとかちょっと沈めたりとかして打たしてやろうみたいなことをちょっとやっぱ坂本だったら考えたんじゃないかなと思ってさ、なるほど、うん、だからここら辺はやっぱこう広島積極的に振りに来てたけど、うん、まあ、村上もいいピッチャーなんでね、はい、だけどその、まあ、完投されるというそれも112球という ね、 ね、まあもうなんか理想的な球数で、うん、投げ切ったというね、うん、だから7対1、で、まあ、床田のこのやっぱり春先開幕してからちょうど疲れが来る頃なのかなっていうのは感じたけどもね、こうね、毎シーズンこうゴールデンウィークって一つの山というような感じですかね、まあ、まあ、移動もあるし、うん、気温も上がってくるし、そうですよね、デイゲームもありナイターもあるから、うんうんうん、ちょうどちょっとねコンディション的には疲労が来る頃かなっていうのは思うけどね。そうですよね、だけど、まあ、阪神がやっぱこう大山の四球三四球、うん、ノイジーが打つ、うん、で坂本が仕上げるみたいな、ねね、恐怖の8番ももう戻ってきたぞみたいなエラーか、だから良かったなと思ってね、はいはい、ちょっと心配はしたけどもね。そうですよね、はい、うん、で今日の試合、はい、ね、大瀬良と2対2の引き分け、うん、ねね、延長12回もできましたけど、うん、決着つかず、はい、そうだね、はい、で初回大山のタイムリー、うん、3回木浪のタイムリーで2点、あの3 2回ね、はい、で2点先制するんだよね、うん、だけど5回堂林の犠牲フライ、はいはい、でまあ7回、うん、2つ の、 あのフォアボールから、はいはい、あの1・2塁になるんだよね広島の攻撃ね、はい、うん、でバッター小園、はい、これ難しかったと思うのが、うん、ノースリーまで行くんだよ、うんうん、でノースリーということはスリーボールね、そうスリーボール、はいはい、で1球ストライク取って、うん、スリーワンになるんだよね、はいはい、で小園どうするかなと思ったの、うん、その前のランナーがフォアボール2つじゃない、うんうん、でここもフォアボールを選んだら満塁になるわけよね、うん、で打ちに行くか打ちに行かないかっていうのは本当にね難しかったと思うんだけども、ここでピッチャーが変わってるんですよね、そうなんだよ、切り式なんだけど、はい、だからフォアボール出したピッチャーとは違っても、うん、やっぱ連鎖って起こるから、なるほど、だから非常に難しかったと思うんだけど、はい、小園はやっぱ積極的に打ちに行ったね、うん、もう打ちに行ってその詰まっ結果的に詰まったんだけど、うん、その詰まったことが幸いして、まあ、ポテンがヒットになり、うん、まあ、同点になったんだよ、うん、うん、だからやっぱ勝負を取って、まあ、積極的になった方がやっぱりいいんだろうなっていうのはすごく感じたね、なるほど、うん、まあ、うん、本当に打ちに行くか迷ったとは思うけども、うん、やっぱ腹くくって打ちに行ったよね、うん、でこの試合まあ共に先発ピッチャー5回しか投げてない、はい、うん、で大瀬良5回87球5安打2失点で伊藤正志、うん、5回107球5安打1失点という、うん、まあ、大瀬良はねやっぱり若干ボールが高かったね、うん、まあ、それを打たれるケースがあったけどもよくやっぱこう粘れたね、まあ、伊藤は相変わらず緩急を使いながらみたいなね、うん、あのことだったんだけども、うん、まあ、広島は本当にチャンスがあったんだけど、まあ、特にあのチャンスと思われたのは2回ワンアウトからスリーベースを小園に打たれるんだよね、はい、ワンアウトランナーサード、うん、バッター上本キャンバスサードキャンバスよりベース寄りの打球を佐藤が処理して、うん、素早い送球で小園をアウトにしたんだよ、うん、もうね逆シングルで取ってこのまま投げたんだよ、ね、やっぱ身体的には高いものあるし状態が強いわなるほど、あ、見事だなと思って体勢悪くても、もう俺は怖くてあの体勢じゃ投げないよね、投げない、投げれないかもわかんない、もうそういう風な場合はどうしますか、いやもう立て直してビュッと投げるけど佐藤はかっこよかったねピャーンとそれでアウトにしたんだよ、はい、だからやっぱこうなんていうのエラーが多いって言われるけども、うん、阪神はね、うん、だけどそういう好プレーもねすごく多いよね、なるほど、このプレーはね本当素晴らしいプレーだったと思う、うん、まあ、そういうことで、はい、ピンチを未然に防いでね、うん、まあ、引き分けになったんだけども、はい、やっぱ負けないな、
阪神は阪神負けなくなってきましたね。ちょっとね、9回ハマチがちょっと危ないな、あ、9回じゃない、最終回12回、ね、危ないなと思ったのは、バント処理のサインのなんかちょっと分かってるのか分かってないのかって、もう半信半疑なんだよね、みんながハマチがぼーっとしてるのかどうか知らないけど、はい、だからみんな集まって確認をしてみたいな、まあ、そこら辺も慎重だしさ、いい加減ではやってないしね、分かってんだろうっていう、まあ、そういうあの曖昧なことじゃなくてしっかり確認を取りながら、やったことが良かったのかなっていうふうには思いました。はい、はい、まあ、以上セリーグです。はい、はい、こうなりましたよ。ということでこちらはね、はい、変則日程の中で2試合だったんですよね。そう、2試合ずつなんだよね、はい、ということで、結果が、はい、西武対日本ハムは1勝1敗ずつということでした。はい、はい、オリックスとロッテはロッテの2連勝はい、はい、ソフトバンクと楽天は1勝1敗ということで、そうだね、楽天頑張ったね、はい、ね、はい、はい、ということで西武対日本ハム、はい、ね、平松本、うん、日本ハムは山崎福島、はい、ね、まあ、1試合目サチヤ、完投、ね、97球3安打5三振、うん、無四球 1失点、うん、完投したね、ね、大体5回6回で降りてたけどね、100球いないですか、ね、はいはい、ただその緩急の使い方、うん、がうまい、やっぱりこれはもう言うまでもないんだけど、うん、それとね、力感がないんだよホームに、うんうん、あのオリックスの時よりもないね、あのホームに力感が、でも力感がなくてもピュッとボールが行くんだよね、だからこれはやっぱ戸惑うだろうなっていうね、まあ、感じがしたし、7年ぶりの完投勝利ねえ、すごいねえ、でこれ日本ハム、まあ、2対1で勝つわけだけども、はい、日本ハムは相手が平ということもあって、うん、盗塁を仕掛けるんだよね、はい、でマスクをかぶってるのが古賀で、12球団で盗塁阻止率がナンバーワンのキャッチャーなんだ。なるほど、いやだけど行くね、で平もあのクイックは決して下手なピッチャーじゃない、はい、だけど4回走って3回成功させるという、で初回に松本が盗塁し、はい、ね、成功させて、マルチネスがタイムリーを打つという、ね、6回は金子の同点タイムリーを許したけど、はい、西武のね金子にね、はい、まあ、8回万波のヒットを長谷川が、あ、こいつ、うん、ね、こいつしてノーアウトサード、はい、でマルチネスの犠牲フライで、まあ、勝ち越されるという、うん、ね、ね、やっぱ万波とかも足がねあるし、ツーベースに行かせたくないっていうんでセンター長谷川が逆シングルで行ったんだよね、それが取れなくてエラーになっちゃったんだけど、やっぱりねこれ俺思ったけども、その試合から試合のもう全体的にあの足を使われてるっていう、うんうん、やっぱ野手もやっぱそういう圧迫感感じてたと思うんだよね、もうそういう印象が植え付けられちゃったんでしょうかね。で1対1で来てて、うん、で自分のところに飛んできてノーアウト、これやっぱセカンドに行かせたくない、シングルヒットで止めたいという欲がね、あの孤立しちゃったんだけど、うん、まあ、この3塁になった、これもね攻められはしないんだけどね、はい、でもなんていうの、西武は3安打、うん、ね、3安打しか打てないし、エラーがあったらやっぱり勝てないよね、うんうん、それで、まあ、この試合山崎が、はい、あ、完投するねえ、ね、山崎さんちやすいすごいですね、なあ、で、うん、明日の先発が福島、はい、ね、若い先発ピッチャー今季2度目、うん、この若い投手が明日先発するっていうことは、はい、やっぱねリリーフ陣がいるんだよ、やっぱ福島の完投って考えられないんだよまだ、うん、やっぱ悪い、ね、傷がつく時にはもう変えてやりたいっていうのが思う、変えてやりたいと思うだろうから、はい、やっぱここもリリーフを休ませたっていうのは、うん、やっぱ明日につながるんだなっていうようなね、うんうん、感じはした、うん、ね、で新庄体制になって、はい、初の貯金5、素晴らしい、ね、素晴らしいね、強いですね、強いね、うん、で2試合目、はい、で3対1西武、うん、ね、まあ投手戦松本8回、104球4安打、
はい、1失点、うん、で福島頑張ったね、はい、5回77球5安打1失点、はい、まあ、しっかりゲームを作れるようになってるね、うんうん、やっぱ魅力があるわ、ボールに力があるのと角度があるということがね、身長190センチありますね、はい、で2回若林が1号ソロホームラン、はい、いや久しぶりだね若林、戻ってきたねみたいな、まあ戻っては来てたんだけど、なんか、はい、活躍あんまりね、若林っていう名前も聞かないし、うん、試合に出ててもね、ね、で7回郡司、うん、3号ソロホームラン、まあ、2アウトからね、うん、まあ、スライダーか、まあ、そういう変化球だったと思うけども、はい、まあ、見事に持っていったというね、うん、でソロホームラン、そして、延長になるかなって、延長になったら西武やばいなって思ったの、はい、おそらくね6月昨年の6月15日から16連敗ぐらいしてるんだよね、延長に入ったら。で9回若林がサヨナラ2号ツーラン、ね、この日全打点を挙げて、うん、西武が勝利をしたという、いやー若林やったね、でそれも初球1号2号と、そうもう素晴らしい活躍です ね、俺はちょっと思ったのは、うん、若林の、うん、あのあとは誰が打ってたのかなって思うとさ、うん、若林がやっぱソロホームラン今日打ってるでしょ、はい、だから気分的にはすごくいいと思うんだよね、うん、若林の状態的には、はい、だからこれ歩かさな歩かしもあるのになとか思ってる、考えてる矢先にホームランが出ちゃったんだよ、うん、外崎選手ですね、あやっぱ外崎も嫌だからなこういうところがな、ね、まあまあ若林と勝負にだうんね、ただ西武の方、うん、5回裏、はい、連続ヒットで1・3塁、はい、まあ古賀がうまくエンドランを決めて1・3塁を作るんだよ、うん、続く長谷川、はい、で外野フライでいいところが三振、うん、金子セカンドゴロ、うん、やっぱねもう点が取れないんだったらもうスクイズとかやるとか、やっぱもうねちょっと動いた方が俺はいいと思うよ、うん、だからここでもう古賀と長谷川でエンドランかけるとか、うん、でやっぱそうしていかないと、これ任せてたら選手もやっぱこう打てない分だけプレッシャーがかかってる、うん、点が取れないからやっぱね動かした方がいい、その方がほぐれる選手は、で勝つには勝ったけどやっぱ松本に勝ちがつかない、うん、8回まで投げて1失点のピッチャーに、だからここら辺はまあ前々日も高橋コーナーがね、はい、勝ち投手の権利を持って降りてて逆転されて勝ちにならない、うん、で松本8回失点でも勝ちをつか、うん、勝ちがつかない、やっぱ先発ピッチャーに勝ちがつけれるようになった時に初めてセーブペースになってくるのかなっていうのがあるよね、なるほど、うん、だから野手陣ちょっとね頑張ってほしいなというふうに思いました、はい、はい、でオリックス対ロッテ、うん、宮城田島、ロッテは佐々木ダイクストラね、はい、で1試合目これはね宮城と佐々木朗希の投げ合いは素晴らしかったね、もうね2人の投げ合いが決まった時からみんな注目の対戦ですよ ね、まあ、そうだね、まあまあ初ではないし何回か投げてるんだけどね、そうですよね、うん、ただもう楽しみにしていて、まあ楽しみだね、やっぱり投手戦になりましたね、はい、宮城、はい、8回115球、うん、5安打、うん、13奪三振すごいね、1四球1失点ね、佐々木朗希、はい、7回108球、うん、4安打10奪三振、はい、2四球、1デッドボール、ね、で無失点という、まあ同学年対決で、うん、これでねやっぱここだなと思うのは宮城が一つしか出してないフォアボール、うん、まあ、山口に対して8回出したんだけど、はい、これが痛かったな、このあと荻野が二塁打で山口がツーアウトだからもう打った瞬間から走ってるから帰ってきちゃったんだよね、うん、まあもったいなかったなというね、まあ、感じもするけども、まあ、5回ですよね、5回ね、あ5回か、うん、はい、それでオリックスは初回、西川がフォアボール、うん、ね、
森のレフト前、うん、これがね荻野がちょっと飛び込んでもたつく間に西川がホームを狙うんだよね、そうでしたね、でタッチアウト、うん、まあ見事なロッテの中継もあったんだけども、これ止めとけばノーアウト2、3塁だったんだよ、うん、だからこれを回すべきか 回さないべきか、まあいろいろあるけども、うん、これね鉄則があって、はい、取れる時に取っとかないと、うん、ねノーアウト 2,3 塁でも点が入らない時がある、うん、でもいけると思ったら回しちゃうんだよやっぱサードコーチャーって、うん、だからねこれはね判断的にはちょっとね難しいねえ、うん、もうほんと際どかったですからね、際どかったな、うん、ただその中継してきたボールがハーフバウンドでちょっと難しかったんだけども、うん、よく取ったね佐藤俊也、だけどあれコリジョンのアピールプレーをしたらひょっとしたら1点になってるかもわかんない、それぐらいいろいろそのぐらいなんかねブロックしたような感じになってたんだよねいいね、うん、だからもうちょっとしたことで大きく状況が変わるようなね、うん、ことだったけども、まあ試合自体 1-0 だったっていうのがあったら余計 ね、まあ、そうだないろいろ思いますかね、思うよな、うん、ただまあ立ち上がりがちょっと佐々木朗希がね、うん、あちょっと不安定な部分があったけども、はい、まあこのアウトによって立ち直ってきたかなっていうような感じがしたよね、うん、はいはい、でも見事な1対0の試合だったし、うん、宮城が すごく大人に見えた、頼もしい、ね、あの投げっぷりだったね、まあ、佐々木朗希はねあの逆に今年 の、 その投球回数とか、うん、はい、規定投球回数を目指しながら、はい、少し余力を残しながら投げてるのかなっていうの感じがした、うん、まあ、両方ともそういう見方をすると、うん、まあ、大人になったなっていうの感じはするけどもね、こういうちょっと一つ、ね、ステージが上がった感じですかね、まあ、そうだね、うん、はい、はいはい、次の試合は6対3ロッテ、はい、ね、ロッテが連勝です、はい、ね、頓宮のホームランで先制、うん、まあ、3回にはセーフティーバントとか、まあ、チャンスを広げながら、まあ、点を取り、5回には紅林のソロホームラン、はい、まあ、着実に3点を取ってきたんだよね、はい、で田島もね、まあ、危ないところはあったんだよ、うん、で初回、ツーアウト満塁、はい、これがあのセンターに強烈なセンターライナー、うん、これは杉澤がダイビングキャッチするんだよね、うん、あれが抜けてたらもう3点入ってぐっちゃぐちゃなゲームになってたと思うんだけど、うん、杉澤が救った、はい、でその後に、まあ、田島もこう立ち直っていくんだけども、うん、まあ、5回、112球4安打無失点、うん、ね、杉澤に感謝しないと、でまあゲームはね、まあ、しっかり作ってくれたということ、はい、で9回に、まあ、満を持して平野がマウンドに抑えシチュエーションで上がったんだよね、はい、だ先頭、うん、足立がエラー、うん、おいおい大丈夫かみたいな、ね、まあまあでも点があるから大丈夫だろうみたいな、うん、思ってたらまた足立がエラー、ね、え、また足立がエラーみたいな、3つのエラーはを犯すんだよね、これがね、あの一つの回に一つの回に3つやったっていうのは一、うん、人の選手が、うん、俺はなんかちょっと今まで初めてだな、うん、まあ、先日3つのエラーした選手がいて、うん、それは1イニングに3つじゃなかったんだね、はい、その試合で3つなんだったんだけど、うん、はいはい、だけどそういうことで満塁から安田がね、うん、レフトオーバーの逆転2塁打で、うん、まあ勝負をひっくり返すわけだけども、試合をひっくり返すわけだけども、うん、やっぱちょっと足立ショックだな、これこれは本人にとってこう後々トラウマみたいにならなければいいですけど、いやなるよね少し、うん、だからちょっと怖いね、もう本当にね大事にいこうとするんだよね、エラーの後は、まあエラーの時も大事には言ってるんだろうけども、うん、ちょっとね俺が感じたのは足が動いてなかったね、うん、3つともだから足で取りに行くっていうのが基本なんだよ、うん、まあ、よく言われるように、うん、手で取りに行くんじゃなくて、うん、足で取りに行く、うん、じゃあちゃんとした位置に入る、うん、まあ、そしたら大丈夫だと思うよね足立は、うん、ちょっと今日は足の動きが悪かったな、うん、なんかそんな感じがした、う
なるほど。でも平野はちょっと気の毒だったな。打ち取ってるのを全部エラーされるというかさ、うん、まあそういうこともあって、でもロッテもよくそういうチャンスをものにしたよね、うん、いや繋いだもん、石川慎吾なんか詰まって右方向、うん、もう最高のヒットを打って打点を上げてるし、うん、だから各バッターがやっぱ反対方向、センターから反対方向反対方向を打ってるね、うんうん、だから非常にこう内容のあるバッティングをちょっと見せてくれたかなというね、うん、でひっくり返したと、はい、でロッテが3連勝かなこれで、うん、オリックスは逆に3連敗かなこれでな、どうしちゃったんでしょうか、まあはい、ちょっと頑張らないとね、うん、はい最後、はい、ソフトバンク対楽天、うん、で有原、はい、大関、うん、楽天はポンセ藤井、はい、ね、1試合目8対0、うん、でソフトバンクちょっと大差になりましたね。もうね、有原も、もう安定感抜群だね。なんかこう、どんどん良くなっていく感じがしますね。良くなってる、良くなってる。はい、うん。で、有原8回、100球、うん、4安打、6三振、うん、1四球無失点というね。はい、まあ、2塁も踏ませないという、うんうん、で。完璧な投球です。で、落ち着いてるし。で、打っては山川、はい、2回にソロホームラン。柳田5回にソロホームラン、うん、これまた主軸が打つわ、ね、あで9番三森、はい、3安打3打点すごいねえ、牧原がいなくなったと思ったら三森が出てきたぞみたいなねえ、うん、で周東不在の時は川村が出てきて、はい、で今回は三森という、うん、まあそりゃ層の厚さをすごく感じるよな、ね、あで主軸が打つでしょホームラン、うん、見事なこれ完璧な試合だもん、うんうん、だからもう本当に、まあ、ポンセも最多失点だというふうに思うけども、はい、まあ、だけどこれはちょっと太刀打ちできんかったなっていうようなね、うん、まあ、ポンセもあんまり調子は良くなかったけども12アンダー打たれてしまいましたね、まあ、そうだね、圧倒されたなっていうような感じがしたよね、はい、はい、で2試合目、うん、4対3、はい、楽天、ね、もう接戦をねものにして、まあ接戦でしか勝てないよね。ボカスカ行かないよ。なかなかソフトバンクは。ねえ。うん。に対してはね。はい。で、藤井、5回、4安打無失点。はい。まあ、好投だよ、うん。ソフトバンク相手にね。ねえ。で、藤井はよく頑張ってんなと思うよね。うん。うん。しかし、3番手の酒井が捕まるんだよ。はい。まあ、3点リードして降りてるんだけども、うん、今日のスタメンのリチャード。はい。ノーアウト1、2塁から3塁、3塁強襲を取れたんじゃないかなと思うんだけどもさ、うん、でも抜けてったんだよね、うん、で2塁打でタイムリー2塁打で中村栗原の内野ゴロで同点、はい、ね、栗原の内野ゴロのダイソー、うん、栗原が打った時のダイソー、リチャードのダイソーが中田、はい、あ見事な走塁だねやっぱいるわ選手が、本当ね、出てくる人出てくる人、何かシュートがスタメンで出てたら足の速いのいないのかなと思ったらなかったが、またいい足してるわこれあ、うん、で3対3で迎えた9回、はい、ね、ソフトバンクオスナ、うん、ね、小深田にタイムリーを打たれて、まあ、7連勝で止まるというね、うん、でソフトバンクの方はやっぱオスナがちょっと心配だな、うん、一人心配だよ。一人。他のその打つ方とか、うん、先発とか、うん、中継ぎとか、あの変則三人衆までいちゃうからね、中継ぎは。ね。いやだけどオスナだけがちょっと状態が上がってこないね。はい、うん。だから他のチームも1点差もしくは2点差ぐらいでいったら、うん、オスナが出た時にはチャンスだぞっていうふうに思った方がいいかもわかんないよ。現状、はい、ね、まあ確かにソフトバンク強いけども、うん、今の弱点としたらオスナかなっていうふうに思ってね、うんうん、はい、ただやっぱリチャードが出てきて今日3安打中途の代わりに出てきた川村、うん、これはねちょっと将来的には首位打者候補になってくると思うよ。やっぱ見事なバッティングしてるわ、今日も2安打、うん、ああセンター前なんかも見事だったね、うんうん、まあ負けはしたけどもリチャード川村がいいと。なるほど、ね、まあ楽天は藤井がね
好投したおかげで、はい、まあ、勝ち試合にできたということなんだね、うん、はい、ということで、はい、パ・リーグでした。はい、はい、で、ピックアッププレーヤー、うん、ね、いきますよ。はい、まずセ・リーグから。はい、こうなりました。はーい、はい、はい、小園選手以外皆さん外国人でだって広島外国人いないんだもんねちょっと外国人にしたかったんだけど、まあ阪神ノイジー、うん、良くなってきました、はい、ね、やっぱこう大山の次とか、うん、まあ佐藤が5番だったら6番とか、うん、ノイジーがやっぱこう機能してくると非常に流れが良くなるね、阪神の打線がね、はい、で DeNA ジャクソン、うん、やることやったら勝てるから、うん、ベースカバーに行くだけでいいから、あれをワンアウト取っとけばああいう試合には俺はなってないと思うよ。なるほど。だからもったいないんだよ、うん、一つの怠慢がね大きな怪我になってくるという。やっぱりちょっとそういったところがあれなんですかね、あんまり得意ではないというところもあるんですかね。まあそうだな、ちょっとな苦手かもわからないし、うん、ちょっと欠落してる部分かもわからんな、うん、はい、で広島小園、はい、やっぱこう彼はやっぱり広島の中心だと思うよ今やね。もうね、通信する前ぐらいからずっと出てましたね。そうだね、だからまあまあさすがだなっていうふうにね、中心にならなきゃいけないって言って、もっともっともっと頑張れるはずだから、うん、頑張った、はい、ヤクルトサンタナ絶好調、うん、やっぱ大したもんだね、勝負強いし、で今はもう打率はねダントツ、うん、首位打者をひた走ってるけども、うん、まあこのまま頑張ってほしいということで、中日カリステ、はい、ね、やっぱり魅力あります。ただイージーミスをなくしてほしいなっていうね。なるほど、うん、だけど彼の身体能力の高さだとか、うん、こういうのっていうのはもう外せなくなってきてるんで、はい、中日はね、はい、もっともっと頑張れるはずだよっていうこと、うん、で巨人グリフィン、はい、ね、先発ピッチャーたくさんいるけども、うん、やっぱ彼がやっぱ勝てるようにならないとちょっと苦しいな、うん、でやっぱもう炎上炎上で来るとさ、もう使ってもらえなくなるよっていうことだよ、うん、それと言い訳はなしね、自分が打たれてるわけだから、うん、ね、ちょっと呼吸がとかそういうことは言わない、ね、やっぱ投げてるボールも、うん、ね、さ甘いよ、うんうん、だから頑張ってもっとね、はい、はい、ということでパ・リーグです。はい、はい、西武、うんうん、若林もうね、ね、さっきもね、ね、辻監督の時に1番バッター、ね、4月までに4月の間で20個走ったりとか、まあいろいろしたけども、ダントツでしたもんね、ダントツだった、うん、まあ膝の怪我でね、靭帯でね、ちょっと怪我してしまってね、まあそれからちょっと脚光を浴びなくなったけども、うん、まあこれでなんかちょっと戻ってきそうな感じがするね、若林、いや本当にね、ねえ、本当頑張って、ね、ね、はい、でオリックス宮城、うん、大人になったな、かっこいいわ、うん、本当にかっこいい、なんかちょっと雰囲気変わりましたね、変わった、あの坊主にしてね、うん、みんなに可愛がられた時代がもう過ぎ去った、なんかね、もうオリックスの大エースですよね、ちょっと大人になっちゃったのかな、そうだね、はい、うん、で日本ハムタミヤ、はい、まあ俺郡司にも郡司も良かったかなと思うんだけども、うんうん、あでもタミヤのやっぱキャッチャーとしての成長度とやっぱ5番を任されてるとか、うん、やっぱ上位に打順を上げてった、うん、この成長度っていうのは非常にいいなと思ってね、うんうん、で楽天藤井、はい、勝たしてやろうぜみたいな、そんなピッチャーだよ、うん、だからまあ、はい、必ず頑張っとけばね、うん、勝ち星は転がり込んでくる選手だよ、はい、はい、でソフトバンクリチャード、はい、ね、彼の明るさっていうのはいいし、うん、山川も沖縄でしょ、うん、リチャードも沖縄なんだよ、うんうん、で同じホームランバッターということで、うん、なんかいい師匠ができて、だからこれからなんか面白いかなっていうふうには思ってね、ね、はい、はい、でロッテは安田、うん、ね、戻ってきてやっとすっきりしたような仕事してくれたね、うん、まあこれからロッテをぐいぐい引っ張っていってほしいなっていうふうに思います。はい、はい、まあということでざっと振り返ったんだけども、まあ変則変則なんでね、ちょっとね、あ今度は5日かな、うん、3年生の振り返りがね、あ振り返りね、はい、うんうん、まあその頃にはまた順位が
なんかこれ今年は大きくいろんなこう変わり方をしていくんだろうなっていうようなね。まあその中で、まあ阪神とソフトバンクはそんなに変わりはないかなっていう、ね、まあ感じがするよ。うん、阪神2位の巨人3ゲーム空いてますし、まあ、そうだね。でその下中日広島で DeNA ヤクルトはその後に続いてる感じですが、はいはい、ソフトバンクで日本ハム 3.5 ゲーム差で、はい、オリックスロッテ楽天西武ということですかね。まあ、そうだね、うん、ロッテと楽天は同率ということです、はいはい、だからまあ1位のチームは変わらなくても、うん、下の方はなんかこう目まぐるしく変わるかなっていうような、うん、まあそんな感じがしてきました。はい、はい、でゴールデンウィークがね、うん、もう少しで明けるんでもうちょっとの辛抱です。まあしんどいだろうと思うけどもね、次3、4、5ってあるけど6日月曜日だけどゴールデンウィークの最終日で試合があるんですよね、うん、そうなのあるんだよ。またこの辺もちょっと変則的で、はいはい、ね、まあ変則でお伝えしていくしかないけども、なかなかね、まあこっちも頑張るんでまた見てください。はい、はい、ありがとうございました。はい。